リアンの。はい、そういうわけでね、ツイキャスの方ではね始まってますけど、ツイキャスインストリームの方ではもう配信始まってますけどね、放送のはまだでございます。8時からちょうどでございますから、あと2分ほどございますね。そういうわけでね、ツイキャスの方でね、どんどんコメントいただければ、どんどん読みますのでよろしくお願いします。読めないコメントは読めないからね、危ないコメントとかね、読めませんから、よろしくお願いします。はい、今日何の話するかって、今日ピンクドット沖縄の話しようか、なんかアニソンの話でもしようかね。まあ、最近ずっとピンクドット沖縄の話が来たのと、来週ちょっとゲスト呼んでね、ピンクドット沖縄の話しようかなと思ってるんでね。まあ今日何の話しようかね。相談してよかったさ、うまんちゅ何でも相談室、今 CM 流れてます。放送ではね、ツイキャスの方ではね、流れてないでしょ。すんげえこれ眩しいし、新しいカメラと新しいライトになって角度が変わるっていうかね、どっちかだろう。こっち側がユーストリームで、こっちはツイキャスかかな。チェックするのがなかなか難しい。うん、なるほどね、了解しやした。このお医者さんはとっても優しいから。はい、あと30秒で始まります。音楽もね、耳を澄ませるとちょっとだけ聞こえるかもしれません。そういうわけでどうぞよろしくお願いします。はい、こんな感じでいいかな。はい、あシャウね。はい、残り5秒で始まります。そういうわけで毎週金曜日ゴールデンタイムのゴールデン曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイム、逆だったね、まだね。毎週金曜日午後8時からはアニマ兄貴のクールジャパンをお届けいたします。それでは本日の1曲目、早速お届けしましょう。魔法少女マドカマギカのテーマでコネクト。ツイキャスユーストリームでもご覧の皆さん、ユーストリームの、ね、コメントはね、ちょっと、ね、読みにくいところなんで読めません。でもツイキャスの、ね、コメントは考えられますので、皆さんどうぞコメントのください。よろしくお願いします。懐かしいなこれ。
はい、そういうわけでね、あ、急に音切れちゃったな、はい、すいません。そういうわけでね、マドカマギカのテーマ、魔法少女マドカマギカのテーマをお届けいたしました。これ急にバツって下がるときあるのね、怖いね、びっくりした。はい、そういうわけでね、今日はね、なんか、ま、あの月末の前、ね、金曜日、毎月月末の金曜日ってね、俺もよくわかんないんだよ、なんかプレミアムゴールデンウィークってのプレミアムゴールデンタイム、プレミアムフライデーかね、プレミアムフライデーとかで何の特典があるのかわかんないけど、これ有給休暇でもつくの、つかないんでしょこれね、ひどいよね。ね、急にね、なんか早い時間に帰っていいよって言われてもね、そんなことするぐらいだったら毎日のね、時間ね、サラリーマンっていうかね、私もね、会社員結構長いことやってたんでね、やっぱりね、フレックスタイム制にしてくれるとかね、ほら時間差通勤とかいろいろあるでしょ、ああいう方でね、それからね、1日ね、8時間働いてもね、結構2時間ぐらい無駄な時間なんでね、1日6時間半ぐらいにしてくれるとちょうどいいかななんていう気もするんですけれども、あとね、土日休みとかじゃなくてね、週休2日でもね、好きな曜日で休めると会社の方が1年365日ね、稼働できるんでね、すごく効率がいいんで、そういう方をぜひやっていただきたいなと思います。私なんかもうそれがもうそういう会社勤めが嫌でね、自由業というかね、今みたいな仕事というかやってますけれどもね、そんな感じで、お届けしてます。毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム、FM79.7MHz FM79.7MHz FM ギノワンからお届けしています、クールジャパン沖縄ですけれども、他にもね、先ほどから、まあ、見てる方は分かると思いますけども、ツイキャス、それからユーストリームというね、ネットの方でも配信してます。それから、このツイキャス、ユーストリームの方では音楽とかは たまにかすかに聞こえるかもしれないけどね、 CM とか全然楽しめないので、もしよければね、音声の方はね、サイマルラジオ、サイマルラジオというね、サイトがございまして、そちらの方から FM ギノワン検索していただいて、そちらので聞いていただくと、FM 放送丸々、音声も音楽も CM も全部楽しめますので、ね、ぜひそちらの方でもお楽しみいただけたらと思います。この番組はね、他の番組と違ってね、メールは募集しておりません。メールいただいてもいいんです、メールくれてもいいんですけど、メール読むのは次の週になりますんで、下手するとね、1ヶ月後になったりとかする場合もあるんでね、局の人がね、プリントアウトして持ってきてくれるんでね、もう来月とかになって1ヶ月後になったりとかしたら悲しいんでね、内容が全然分かんなくなるんで、よろしくお願いします皆さん。そういうわけでね、早速、ツイキャスの方でね、ご挨拶いただきました、開示代理士、これ早口言葉みたいになってきたよね、開示代理士的中くんね、からいただきました。プレミアムこんばんは、プレミアムこんばんはって、こんばんはにプレミアムあんのかな、ないのかな、こんばんみーとかね、そんな感じでございますね。はい、そういうわけでもう一つ、沖縄モンチッチさんからも、コメントいただいています。ツイキャスの方でね、こんばんは、こんばんはです、プレミアムゴールデンタイムってあるのですね、知らなかった。プレミアムゴールデンタイムっていうかね、プレミアムフライデーってやつなんだよね。なんかもう会社によってね、少しずつ違うんだけど、大体がちょっと早く帰っていいよって言うんだけど、どうせだったらね、毎月第5金曜日があるときは第5金曜日をさ、こう休日にしてしまったりとかした方がさ、よっぽどこう予定立ちやすいような気もするし、中途半端にね、会社行くよりはね。でもね、俺さっき言ったようにね、やっぱりね、土曜日日曜日働いた方がすごく活かせるって人もいるんだよね。自分もそうです。自分もね、会社にいた時に会社にお願いしてね、フレックスタイム制とか入れてもらって、まあそういうのができる会社だったんでね、ちょっとクリエイティブな会社にいたもんで、それ土曜日日曜日会社の方で働いて、僕がね、抱えてるスタッフというか、僕が抱えてるメンバーも、土曜日日曜日に出勤してもらって、その代わり休みは代わり番号にね、みんなで代わり番号に取る、それで週休2日が成り立ってたっていう感じなんですけれども、ところがね、後からね、とんでもない人がその会社にね、やってきまして、アドバイザーというんですか、相談役というのか、相談役じゃないね、なんか企業外アドバイザーっていうのが来てね、企業の会社の外から外部アドバイザーが来まして、そのアドバイザーがとんでもないこと言うんですよね。8時間働いてる営業マンは
10時間働けば、要するに2時間分多く営業ができるとか、クリエイティブやってる人は朝早くみんなと一緒に朝礼出てからやればいい、仕事やればいいとか、いろいろそんなね、なんかわけわかんないこと言われてね、で結局ぐちゃぐちゃになっちゃってね、まあその会社、まあみんなかなりの人が辞めちゃったんですけどね、それでね、そんな感じでございます。だからね、ちょっとね、これからのあり方っていうのはね、やっぱり内地の企業でもどん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 ね、交通渋滞とかね、それからなんていうかな、稼働する、会社が稼働する時間8時半からとかね、9時から稼働してもね、結構仕事なかったりとかするんだよね。そっからすぐスタートするよりはね、やっぱりね、10時ぐらいに始まったりとか11時ぐらいとかね、スライドさせて、それでもってね、もうちょっと終わる時間がね、長かったりとかするといいな。まあ、だいたい5時半までに会社に戻ってこいなんて言うとね、商談もね、いいところで終わっちゃうし、結局ね、商談とかは会社のね、その営業時間外にね、お酒飲みながらやるような場面だったりとかするんでね、悲しいですね。そういうわけで、どん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 ツイキャスの方でね、メッセージいただいてます。どうもありがとうございます。まとなかからもう一回いただきました。自営業はプレミアムフライデー関係ありません。ありませんね。私も自由業でございますか。自営業でか。自営業なのか自由の業なのかよくわかりませんけどね、プレミアムフライデー全然関係ございません。キキマルさん、どうもありがとうございます。キキマルさん、コンサルタントってやつですね。そうそう、コンサルタントだよね。外部コンサルとか言ってさ、それでさ、その外部コンサルもうね、時効だから言ってもいいと思うんだよ。時効だから言っちゃうけど、どこの会社とは言わない、名前出さないから、すんげえ笑っちゃうから。ね、何を笑っちゃうかっていうとね、結構超一流企業の名前出してきたんですよ。超一流企業の私は、社員だからっていう触れ込みで来たわけ。ね、それで、ここ沖縄でしょ、沖縄の方に、それでね、まあ、僕は 超一流、内地の超一流の企業の人間だからって来たんだけど、実はその会社私いたんですよ。で、その人のこと知らないわけ、全然知らないわけ。年齢から言っても絶対に俺が知ってるはずだし、自分ね、こう見えてもね、この声がちょっと若いけどね、若いから、若いし、なんか喋り方もなんか若そうなね、喋り方してますけど、実はね、54歳でございますから、大体俺と同い年のぐらいの人間でね。で、まあそれでそのコンサルタントね、あれです、超一流企業の人間だって、いやいや、もういう触れ込みで、その社員だっていうわけね。で、おかしいなって思ったのが、まずその 外部コンサルタントでも何でも、その会社っていうのはすごくこういろんなね、アルバイトだとかも規制がありまして、副業はやっちゃいけない、それから他社の仕事を請け負ってはいけない、他の会社に仕事を振るのはいいんだけれども、他社の仕事を請け負ってはいけないとか、いろいろ規則がある、すごい厳しい会社なんです。で、そこのね、俺もね、そこで働いてたもんで、で、そこの社員だって言うわけ。ほにゃららって会社なんだけどね。そしたら、俺知らないから、ちょっと怪しいなと思って、大丈夫なのかなと思って、まあ、内地のね、その会社に、ホニャララって会社にね、連絡して、もともといた会社ですから、ちょっと待って、こういう人が来てるんだけど知ってるっていう、まあ、話したら、いや名簿見てもいないし、それ違うんじゃないのかっていうんで、まあその会社のね、こっちの会社ね、沖縄の会社のその朝礼の時にね、ついつい俺もね、行っちゃったんですよ、あんまり腹立って。例えばね、営業マンがそのさっきも言ったようにね、本当にね、8時間じゃなくて10時間働いてくれれば2時間分営業ができ伸びるとか、朝6時から行けばいいとか、もう本当にね、わけの分かんないことばっかり言う人だったんで、もうちょっと変でしょ。で、それで行ったわけよ、ね、そしたらそのホニャララって会社じゃなくて、ホニャララ東京っていう、そのホニャララっていう一流企業の下請けの会社なんですよ。で、そのさっきも言ったように、ホニャララって会社はすごいうるさい会社だから、ホニャララの名前をホニャララ東京っていう名前でも、それで外で仕事することは禁止してるんですよ。
そしたら本当はその人間はホニャララの 下請け企業のホニャララ東京のさらに下請け企業の外請けだったっていうね偽物じゃないんだけど、ホニャララ東京で仕事をしてるんだけれども、全然ホニャララとは、一流企業のホニャララとは関係ないんですよ怖いでしょ、ね、で今もね、本当にこういうことってね、いっぱいね、沖縄ではね、未だにあるんですよ。沖縄だけじゃなくてね、日本全国ね、やっぱりちょっとね、首都圏から離れてるところっていうのは、その人脈っていうか人のつながりっていうのがあんまりこうないもんだから、会社の名前をね語ったりとか、有名な会社の名前を語ってね行動する人っているんですよね、本当にね。びっくりしちゃうのが、実際にはあんまり売れてない作家ね、まあ、僕も作家だったわけだから、作家だったわけで、金沢智也って検索してくれればね、金沢智也って僕の本名ですけれども、金沢智也で検索してくれればアマゾンが一番上に来ますんで、アマゾンで見てくれればね、私学研とか、それから NHK とかね、そんなところから本出しておりますので、よろしくお願いします、見てください。でも今更本が売れてもね、印税入ってくるまでにどのぐらい時間かかるかなって感じでね、そういうわけでね、そのね、最近のやり口は、そのあんまり売れてない作家でも新聞にさ広告って誰でも打てるわけじゃない、わかる？新聞の下の広告って意外とね高くないんですよ。新聞のあの下の広告のね、本の広告があるじゃない、なんとかっていう本あります、あの広告を打って、それでもって本屋さんにお願いして本を並べるんですよ。そうするとその作家がいかにもこの沖縄ではね売れてるように見えちゃうわけ。そうするとね、あとはネットの上だけの評判だけど、実際に本とかあるから、あ、この人すごい有名なんだって言ってね、それでね、仕事してる人間、正直言います、沖縄に何人もいますから、みんな気つけてねそういうわけでコメントのいただいてますけどね、元中君からね、いくつかいただいてますけど、いわゆる左遷っていうのですか、偽物、子会社の関連会社の外注先の自称コンサルタントです。その通りでございます。子会社のさらに関連会社の子会社の外注先ね、下請けの下請けね、下請けの下請けなんでね、本社の、規則が全然届かないんでね、まあ当然本社の方から後で大目玉言ったと思いますけれどもね、まあそれでね、自分もね、なんかもうその会社居づらくなってね、まあ社員がね結構ねほとんど辞めました、正直言ってね。ハタポンさんどうもありがとうございます。同じくね、ツイキャスの方でメッセージいただいております。ハタポンさんどうもありがとうございます。消防署の方から来ましたみたいな話、ほんとそれ、ほんとそれだけど悪意があるよね。そのほにゃららなんとかって、それも嘘だったっていうね、ほにゃららなんとかで仕事をさせていただいてる別会社のものですって言えばいいのにそうじゃないんですよ。最初そのほにゃららしか言わなかったんでね、ほにゃららの社員です。そうなるとね、私もほにゃららの社員だったんでね、元社員だったんで報告する義務がございますんでね、こういうの会社って固い会社ってみんなそうでしょね。もう僕はね、実はね19歳の頃からね背広着てね、ネクタイ締めてね、考えられないようなね、そんなに、19でそんな会社入れんのみたいなね、会社でね仕事してたんでございます。そこからね結構ねいろんなところたらい回しになってますよ。まあ一番長く仕事したのはね、やっぱり作家としての仕事がなかったんだけど、まあ今はね、今俺の肩書きって何なんだろうね、結構謎だよね。そういうわけで CM。 本当ね、俺の今の仕事って何だろうね、謎だねCM 明けの後、CM 明けの後そのまま音楽いきますので、どんどんね、ツイキャスので、ね、コメントいただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。いや、みんなからも、みんなもそういうのない？結構。ね。でも本当にね、その作家は、作家のね、ネタ、作家のやり方っていうのは、その自助作家のやり方ってのは、今は通用するのは沖縄ぐらいじゃないかな。ねえ、
だから本当騙されやすいよね。まあ、沖縄の場合はほら沖縄主な、ね、新聞が2紙しかないから、2紙プラス、ね、もう1紙八重山日報しかないから、いや本当ね、そのサッカー、自称サッカー、あれヘチョンって空飛ぶ円盤、え、なんか変なもん飛んでる。え、マジ、え、見えなくなっちゃった。でその沖縄2市に両方に広告売って本屋に本が並んでたらすごく売れてるように思うんだけど、実は持ち込んで本屋さんに直談判して、これを平積みで置いてください、キャンペーンだからって、あの広告も打ちますからって言うと本屋さんは置いてくれるんですよ。俺はそういう手段はやれなかったです、一回目は。だって学研とかNHK 出版とかはもうそういうのやらせてくん、 やらない、もうやったらもう恥ずかしいから。あと俺が書いたのは宝島とか、それから KK ベストセラーズとかだから、そっからしか本出してないんだ本当に。で、まあ、いっぱいコメントください。あのコメントね、曲明けにどんどん読みますんでよろしくお願いします。そういうわけでね、CM 明けお届けしている曲はアイドルマスターで、アイドルマスターシンデレラガールズの中から、まあ、元々はピチパク、ピチ、下もね、ピチカート5の曲でございますけれどもね、大都会交響楽。はい、そういうわけでね、ツイキャスの方でね、ツイキャスの方でいろいろね、コメントいただいておりますけれどもね、どうもありがとうございます。はたぽんさんから、肩書きハイパーメディアクリエイターとか、ハイパーメディア、あんまり俺いろんなメディアにまたがってないよね、メディアミックスしてないしね、まあ、なんだろうね、肩書き並べるとすごいんだよね俺の場合ね。例えば宜野湾赤十字奉仕団団員とか、それから先週からはね、宜野湾市、食生活改善推進、協議会の、宜野湾市食生活改善員っていうのもやってるし、いろんなことやってますあとはピンクドット沖縄のね、この間先週行われましたピンクドット沖縄、皆さんご協力ありがとうございます、ね、おかげさまでね大勢の方来ていただいてね、延べ人数で言ったらね、もう本当に1万人とかいう計算になっちゃうんですけれども、通った人まで入れちゃうとね、会場内の、瞬間最大でもう本当3200人とかね、まあ、新聞によってね2800人だったり3200人だったりしてますけれども、で、まあ、実際のところ3200人というのが最終的な公式発表になるかと思います。まあ、そんな感じのね、まあ、ピンクドット沖縄の、ね、代表もやらせていただいて、まあ、いろいろ今もやってるわけでございますけれども、あれよいしょ、これね音楽のね、音楽かけるための、ね、プレイリストがね結構大変なのこれ、
悲しいよねこれね。一人でさこう曲かけるのも何もかもやってるとねちょっと結構大変なのよね。ん？しーよいしょ大丈夫かな。なんかね調子最近ねあのシステムが変わってね、結構ねあのいろいろねあのめんどくさいことになったりとかするんでね困っちゃうんでございます。はい、そういうわけでね、他のコメントもねどんどん読んでいきますよ。的永くんの方からね、いただいております。どうもありがとうございます。いっぱいコメント、新聞広告って意外とね、間違った説得力があったりして本当にそうなんですよね。沖縄の場合特にお悔やみ広告とかも載ってるからその必ずね、この読んじゃうっていうのはありますよね。そのなんていうの、なんて言えばいいんだろう、その新聞のね細かいとこまでね。それで広告載ってるとやっぱりそれなりの説得力があって、これでいいかなっていうふうに思っちゃうっていうのがね、非常に多いです。でまあ的永君から同じくいただいております。2つメッセージいただいてますんで2つ目読みましょう。友達で消防署の方から来た消火器詐欺にあった消火器で火を出したとき初期消火が間に合って早口言葉で言うと要するに、消防署の方から来ましたっていう詐欺消火器を買ったら、でももう火事を免れることができたと消火器があったせいだからあったせいでね騙されてよかったのかな、うん、そういうのもあるんですけどね。消火器もね点検の資格ってのがあるんでね、その点検してないとね結構危なかったりとかします。それから現在の兄貴はコスプレ作家アニマ姉貴でどうでしょう、うん、アニマ姉貴だとね普段からねちょっとお化粧してなきゃなんなくなっちゃうんでね。あとだんだんこの間ねあのピンクドットに来てくれたねブルボンヌさんみたいな路線にならないとね、ダメになってしまうのでちょっときついかなっていうのがあります。そこまでね毎回化粧とかするのもね結構ね大変なんでね、まあね、それからハタポンさんこれカバーバージョンなのですかオリジナルかと思いました。そうなんです、カバーバージョンなんですよ。オリジナルはね、先ほどの曲ね、大都会交響楽、オリジナルは、ピチカート5ね、結構古い曲です。ピチカート5の曲で、大都会交響楽なんですけれども、他にもねいろんな人がねカバーしていて例えばロケットマン深川亮って言うんだっけお笑いのね、深川亮さんがやってる DJ のねロケットマンも、いろんなね、曲のタイトルでやっております。そういうわけでおっともう残り30秒になりました。シュープリームさんどうもありがとうございます。コメントありがとうございます。動画でしか見られなかったけど竹内さんと、FM ギドナスタッフのゆきさんたちの琉球女装時代のタクシータクス、ごめん俺曲琉女子なんだっけあの元ネタがよくわからないんでございます。すいません本当に不勉強で申し訳ないです。そういうわけでね、残り 15秒となりました。そういうわけでまた来週はねスペシャルなゲストを呼んでお届けしますのでまた来週。それではまったのー。はい、そういうわけでどうもありがとうございます。うわービビった。これ本当に今日はねちょっとね音声のあれやばいな。これお店大丈夫ね。これどうやって再生するんですか。これ曲再生できないんですよ。これあ、来た。ほとんどの曲がこれでやって再生できないんですよ。入ってるはずの曲が iCloud のあれでおかしい。